こんにちは、速稼塾の久保です。今回はね、ノクさんから動画が送られてきたのはホスピタリティというテーマでしたね。私もね、このホスピタリティっていうのは、非常に重要なサービスにおいての、一つの要素になってると思うんですよ。で、日本人の商売っていうのは特におもてなしの精神が優れてると言われますけども、皆さんどうお感じになりますかね。私はね、必ずしもそうではないなと思ってるんですよ。もちろん世界標準で考えるといろんな意見はあると思います。でも明らかに悪いところと比べて私たち日本人は優れていますっていうふうに鼻を高くする必要ないのかなと思うんですよ。あくまでも高いレベルでサービスをやってるところと比べて私たちはどうなのかなっていうふうに考えていくことだと思うんですよね。そう思ったら、何もね、日本人だけが最高のサービスとかホスピタリティを提供してるっていうことではないと思うんですよ。私たちも常々感じるのは、やっぱりね、どことは言いにくいんですけども、例えば行政の窓口、サービスの質が低いと感じることはあります。例えばお問い合わせのためのホームページ、なんで行政のホームページってあんなに見にくくて使いにくいんでしょうかね。少なくとも税金を使って一番高いレベルで国民のためにユーザビリティが本当に深く丁寧なものを作っていただけるんではないかなと思いますけども、それはね、民間のサイトの方がものすごくやりやすいと思うんですよ。ここはね、私絶対に譲れないところなんですよね。民間のサービスレベルはあんなに高くて、そして行政のホームページはすごくやりにくい。例えば皆さん、確定申告簡単になったとは言いますけども、頭が痛いですよね、まだね。確定申告って取り組むまでにものすごく神経使うじゃないですか。やりだしたらめんどくさいじゃないですか。そして確定申告に限らずですけども、何かこう申し込みのね、メール送信をするとか、申し込みフォームのサブミットを押すとかするとどうでしょうか。以下ができてませんっていうふうになんかバーって出て返信されますよね。で、その以下ができてませんっていうところに対して、どこがどうできてないのか非常に分かりにくい。ただダメって書いてるだけなんですよ。これ民間レベルだったらどうですかね。多分民間のサービスってのは細かい設定をしないとダメっていうことじゃなくて、なんかラジオボタンでチェックマークを入れれば OK とかね、それから一回入力したものはそのまんま保存されるとかっていうふうにして、ものすごく短時間でできるように最初から設定してると思うんですよ。なぜかっていうと、民間の企業ってのは生産性が非常に大事です。余計なお金を使えるわけがないんですよ。ということは、お客様からお問い合わせやクレームがないように最初から作ってあるんですよね。お問い合わせや苦情があると、それに対応しなければならない無駄なコストがかかるから、そういうのをできるだけ排除して FAQ とか作ってるわけなんですよ。これはユーザビリティいいですよね。まず民間のね、こういったサービスフォームでなんかトラブったことは私は感じないんですよね。でも行政のホームページっていうのは、とにかくですね、お送りしても反応があるのかないのかわからないんですよ。代表的なのは官邸のホームページとかね、それから国会議員さんの、それから行政職員の方のお問い合わせフォームなどに入力すると、いつ返事が来るのか全く分かりませんね。受け付けましたって一行は出るんですけども、その後何の反応もないっていうことがほとんどです。せっかく有権者が、国民が語りかけているのに、一体どういうことなんだろうなと思います。しかも税金は強制的に取るわけですよ。サービスレベルが悪いからお金を払いませんってことは許されないんですよね。だからそういった強制的に売り上げが上がる仕組みに、あぐらをかいてるんだろうなと思わざるを得ないかなと思います。最近ではね、北海道旭川の事件が私的にはすごく胸に刺さるんですけども、あの教育委員会や、それからね、校長教頭へのあの対応は何だと思いますよね。少なくとも管轄する学校で生徒さんがあんな目に遭ってるのに、誰一人責任を取らせない、誰一人責任を取らない、自分でも決めない、こんなことがまかり通るんでしょうか。公務員だから責任はないと言うんでしょうかね。本当にね、ひどい話だなと思います。仮に責任がなくても、自分自身責任を感じて辞職するなり謝罪に行くなりするべきだと思うんですけどね。何かといえば第三者委員会がとかね、第三者委員会が調査してますんで、今私から喋る立場にありません。立場になくても喋れよって話ですよね。
やっぱり市民からの、いわゆる税金を払ってる国民からのクレームですからね、対応してほしいですよね。まあいろいろと個人的なね、まあモヤモヤを今お話ししたんですけども、だから私は他社に高いサービスレベルを希望するのと同じ、期待するのと同じに、私自身もできる限り誠実に対応しようかなと思ってるわけなんですよ。特に情報を扱ってるビジネスですから、あのノクさんはね、非常に私の速稼塾のことをあの持ち上げてくださいましたけども、本当恐縮でございます、ありがとうございます。まあでもね、本当にまだまだできないことができるようにならないだろうかと自分に問いかけてるところなんですよね。だから私はね、少なくとも自分からサポートをやめるとか投げ出すってことはしないようにしてるんですよ。そうですね、例えば億万長者合宿っていうね、動画のリレーがありますけども、あれはね、億万長者合宿っていう実際の合宿をやったんですよ、湯河原で。その湯河原の参加者さんのために、サポートのために動画をずっとやってるんですよね。もう動画のやり取りをしてすでに3年以上経ちます。動画総本数、サポートは4000本を超えます。あれ1万本になってもまだやりますからね。でも実際に億万長者合宿に参加された方はもうね、離脱しちゃってるんですよ。なのにやってるというね、徹底ぶりです。そしてもう一つは、あの J コスメっていうビジネスがありましたけども、こちらの方が J コスメ本社の方がサポートがね、ちょっと今あんまりよろしくないんですよ、私から見てね。ですんで私は会社に対して自分のできることを精一杯やらせていただく、会社に対してサポートですよね。そしてもう一つは、自分の情報を受け取ってくださってる方の中で J コスメに関わってる方にサポートを未だにやってるわけなんですよ。まあもちろん求められてないかもしれませんけども、まあ私のできる限りね、自分では投げ出さないって決めてるんで、まあやらせてもらってるってことですかね。もちろん誰かに頼まれてるわけでも何でもないんですけども、まあ、なんと言いますか、自分で取り組んだ、自分が見どころがあると思ったビジネスですからね、億万長者合宿にしても J コスメにしても。ちょっと状態が悪いからって言って、私としては投げ出す気にはならないし、逃げ出す気にもならないんですよ。むしろ状態が悪いからこそサポートが必要なんでしょと思ってるんで、そういう意味では、その J コスメって会社のサポートが薄いことにちょっと憤りもあるんですが、でも、だったら自分でできることをやっていくしかないよな、と思うわけなんですよ。なぜならこれはビジネス参加だからなんですよ。代理店をやってるわけですからね。代理店ってことはつまり、J コスメっていう会社と同じ機能を代理店でもやりましょうってことで始めてるわけなんで、全然ね、追いつかないところありますけども、精一杯自分で自分のビジネスセンスとかサポートセンスを高めていって、自分に向かって挑戦してるってところが一番大きいですかね。で、結局、まあ2年以上、J コスメのサポートもしてきながら、今結局サポートのレベルは上がるんじゃないかなと思ってるんですよ。サポートし続けてるんで。これは、億万長者合宿を離れても、J コスメを離れても、このサポートの一生懸命さっていうのはね、自分自身を鍛えたこの熱意とか、やったっていう実績っていうのは、多分他のことでも、そのまんま、生きてくると思うんですよ。でも状態が悪い時に逃げたものっていうのは、結局何か他のことをやって状態がある時に逃げるしかないっていうことになるような気がするんですよ。ですので私は不利であればあるほど、自分に火をつけて燃えようかなと思ってるわけなんですよね。はい。ということでね、今回はホスピタリティという形でノクさんが合同会社を作っていろいろとスタートするんだよってことをお話してくださいましたけども、確かにノクさんのビジネスの形だったら合同会社、これを持つのが最適なんではないかなと思いますし、まさになんで自分が合同会社を建てようとしているのか、どうしてどういうふうな方法で合同会社を建てようとしているのかっていうふうに動画で放送していただくことも、これもノクさんの素晴らしいホスピタリティだなと思いますよね。だから自分でこういうふうにやった、ああいうふうにやったっていう工夫をウェブ上に、インターネット上に残すことも、結局自分で悩んでる人が検索して答えが何かしら見つかるとしたら素晴らしいサポートだと思います。ですので私も自分で思ったこと、考えたこと、こうじゃないかなと思ったことは積極的にね、これからも発信していこうと思うんですね。ノクさんありがとうございました。これからもよろしくお願いします。今回はホスピタリティに関して私も考えを話しさせていただきました。失礼します。